今瀬戸にいるかというとタイの、プーケットにいます。プーケットのねパトンビーチにいるところなんですけど、バングラ通りというところの近くに今いるところです。本日2016年、平成28年の、4月の11日です。で今ね、そこのビーチ沿いのところにあるこの警察車両を見つけました。まあタイはまずそのタイの自動車会社じゃないんですけど、日本車がかなり走ってます。でこれタイの警察車両なんですけどね、日本じゃ見かけないんですけど、イスズの B クラスということで、これがあります。なかなか頑丈ですね。しっかりしてる、ごついですね。まあこんな感じでね、タイの警察車両、他にもカローラとかね、まあ、他にもいろんなものが、警察車両に認定されてるんですけど、すごいですね。なかなか素晴らしいと思います。